ともとこう小中と野球をやってて、硬式野球だったんですけど、プロ野球選手を目指してて挫折し、高校では友達がすごく、あ、この友達がいるんだったらやろうかなって思ってバレーボール部に入ったんですよね。でそれで、まあ、何年か経って、まあ、高校3年生の時に自分の進路を考える時にどうしようかなと思って、なんか何もやりたいことがないまま大学に行くのもなっていうのを思って、それはちょっと嫌だなと思って、何か興味のあるものって思って、まあ僕は最初子供が大好きだったんで保育士になろうかなとかいろいろ考えてたりとかしたりして、だけどなんかもっとないかなと思った時に、テレビっ子だったんですよ昔からすごく。で父親がなんかプロ野球選手をやってたこともあって、なんか父親がテレビに出てるっていう、あのあれに なんか漠然と勝ちたいと思って自分もあっち側に出ればなんかこう父を超えられるんじゃないか、野球では超えられなかったけど父を超えられるんじゃないかと思って、そういう事務所に履歴書を送ってみようって思って送ったんです。で何も返答が返ってこなくて、で妹がなんかその雑誌のこのウェックのカレッジのその募集を見つけてくれて、高校にも応募してみたらって言って、まあいろいろ送ったりはしてたんですけど、まあ、カレッジに応募したらその、まあ、オーディション受けてくださいってことになって、でそこからですね。最初はお笑いが大好きだったからお笑い芸人さんになりたいって思って、でもコースを選ぶ時も迷ったんですよ、あのお笑いのコースにするか、でも僕そこまで面白くないしなと思ってやめて、でじゃあアーティストさんになりたいと思って歌う人になりたいと思ってシンガーソングライターのコースに行こうと思ったけど、そこまで歌うまくないしなってやめて、でモデルのコース受けようとして、モデル、いやーでも身長も178で181欲しかったなとか、別にそんなスタイルが抜群にいいわけでもないし、なんちょっとモデルコースもないなと思って、で俳優コース、まあ、俳優だったら、まあ、心だから心にセンスはねえだろうと思ってだから俳優コースを選んだのはそういうことで、まあもともとドラマとか見るのも好きでしたし、あ、じゃあ俳優さんとしてやってみようっていうのが最初でした、ね。9年前にやっていた、2011年にやった海賊戦隊ゴーカイジャーっていうのが、まあ、デビュー作にはなるんですけど、まあ、その以前に、まあ、カレッジに入ったことによってエキストラさんとして出させてもらった役だったりとか、まあ、そう言ってる現場に行ってる中でセリフをもらった役はあるんですけど、まあ、本格的にちゃんとデビューっていうのは多分その海賊戦隊ゴーカイジャーかなと思ってます。はい、いやーこれが本当に事務所のオーディションがありまして、本当になんかそれは D レッドオーディションっていうユニットを作るオーディションだったんですけど、結果そこに合格することはできず、なんか急遽 D ボーイズ部門みたいな、あ、そんな賞あったのっていうところで本当に受かったのか何なのか分かんないんですけど、まあ、首の皮一枚つながりまして、でそれでもまだカレッジに在籍してる途中だったんで、どうなるんだろう、どうなっていくんだろう僕はって思いながら、まあ、でも一応ちょっとオーディション受けに行ってもらっていいですかって言われた初めてのオーディションが戦隊ものだったんです。だから絶対ダメだと思って、もうダメでもいいから、とにかく、まあ、一生懸命その瞬間だけでも一生懸命やろうと思ってオーディション受けて、1次通って2次通って3次通って、なんで通るのみたいな、まだ僕事務所にも所属してないのにみたいな、で4時5時ぐらいまであったのかな、5時オーディションまで行ったらもう本当にもう多分ピンクイエローの候補のみんなで、レッドからグリーンの候補のみんなも本当20人ちょいぐらいしかいなくて、マジでこっから決まんのかと思って、てかなんで俺はここにいるんだみたいなで
なんかすごくこう、まあ、台本、まあ、一応カレッジで学んだことを生かして、まあ、一生懸命やって、でレッドをすごく読んでたんですよ、そのオーディションでは。でちょっと経ってオーディションの結果を待ってて、もう全然来なくて、まあダメだろうなそれはって思ってて、そんなまだあのカレッジさえまだ卒業してないしって思って、でマネージャーさんがと会う機会があって、ゆうきさあ、ブルーに決まりましたってさらっと言われて、なんか驚くのもなんかおおみたいな、まあでもなんかいやもうそこにいられること自体がちょっともう奇跡のようなもので、なんかまだカレッジに在籍したまま事務所の所属もどうなるのかわからない時に決まって、なんかすごく嬉しかったですし、ちょっとびっくりですね。自分は戦隊ものを見て育ってたんで、自分があの世界に入るんだっていうのはびっくりでしたね、はい、現場って勉強しに行く場所じゃないから、本当にもう無我夢中にがむしゃらに現場に行って、今日どういうシーンにしたらいいんだろう、このセリフをこうやっていったらいいのかとか、カレッジで学んだことをよく言われてたんですよ。おめえの魂が動いてねえのに人の魂動かせるかよとか言ってなんか怒鳴られてたなとか、なんか今いろんなことを思い出しながら、そうだなと、自分の魂が動くように心が動くようにちゃんと感情を動かして作っていこうとか、なんかそう本当に一生懸命学んだことをやってただけで、勉強になったなっていうのは後から気づくっていうか、あここ勉強になったなとか。震災があったんですよ、その年って。でヒーローだったじゃないですか、子供たちから手紙が届くんですよ、豪快者が助けに来てくれるって信じてます。でも俺ら何もできないんですよ。だからそこで俺らは何ができる仕事なんだっていうのをもう一回ちゃんと考えた年というか、なんか自分がヒーローになっててもそれはテレビの中であって、そういう災害が起こった時ってテレビを見られない地域の人もいるだろうし、なんかそこが一番ヒーローなのに助けてあげられないのがすごく苦しかったというか、だから見られるまあ本当に人たちだけでもどうにか一生懸命元気づけようとか、戦隊もののヒーローとしてかっこよくいようとかっていうのをなんかすごく頑張った。本当に見る人がいないと僕らの仕事は成り立たないんだっていうのを1年目でもう気づかされたというか、だからそこの感謝はすごく思いましたね、はい、いや本当にうわもうこんなに寝る時間ないんだとかは耐えられるんですよ、頑張れるんですけど、それは苦労だとは思わないんですけど、やっぱメンタル的にきついことっていっぱいあるっていうか、あの作品絶対やりたかったのにオーディション落ちてしまった、じゃあ例えば朝ドラのオーディション何年も通い続けて落ちて帰ってきますとかやっぱそういうことが一番苦労っていうか悔しいことがめちゃくちゃ多い。その人だったら、その俳優さんの人生だったら、その俳優さんにしか分かんないんですよ。それを抱える孤独感というか、それはこれからもあるでしょうし、まあ、生きてる自分の人生があって、まあ、俳優じゃなくても自分の人生があって、自分にしか分からない人生をみんなそれぞれ歩んでるわけじゃないですか。家族がいてくれたり友達がいてくれたり恋人がいてくれたりするからちょっと孤独感が減ってるだけで、 100% 人の気持ちを分かるかって言ったら確実に無理じゃないですか。でもそれは諦めない仕事なんですよ。台本読んでてこの人何考えてるんだろう、どうしてるんだろうっていうことをずっとやっていくお仕事だから、なんかその孤独をすごく感じたりはします。何のためにここに来たのって思います。自分に言います。やめんのって自分に。それでいいのって自分で自分を。悔しかったらやれやみたいなもう本当に勝ち負けじゃないと思うんですよ。そのタイミングもあるだろうし、役のイメージもあるだろうし、あいつに負けた勝ったじゃなくて、たまたま選ばれなかっただけっていう。でもその
自分も頑張っていればいつかそういう役が巡ってきたりするって信じて、自分を信じるしかないというか、それがあとはもう僕は名古屋に帰らないって決めてたんで、あ、僕愛知県名古屋出身なんですけど、実家に絶対に帰らないって決めてたんで、どんだけ悔しいことがあろうが、本当に死んじゃいそうなほど嫌なことがあろうが絶対帰らないって決めてたから、もう18の頃出てきてカレッジに入った時に、うん、まあ、それでやってこれもう覚悟があったから良かったなっていう、その一回野球で挫折しちゃってるんで、じゃあ次は何を始めるんだ、次やることは最後までやりきろうみたいなところが多分あったんでしょうね、だからやってられたみたいな、はい、感覚です。